変えることも含めて他にもいろいろもちろん手を打っていかないと、うん、で手を打っていったとしても、まあ、皆さん結構口を揃えておっしゃるのは、うん、まあどんだけ早くても10年はかかるだろう。なるほど。いうぐらいのことはやっぱ言われてますね。これ松田さんがもし大阪自民の選挙プランナーだったらどうやって戦いますか。はい、そうですね。うん、もう全く次の衆院選でどこに目標がってくるかですけど。はい、さあ始まりました選挙ドットコムチャンネル。私 MC を務めます編集長の鈴木邦勝です。そして本日もゲストにお越しいただいております選挙プランナーの松田薫さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ行きましょう。本日のテーマはこちら、大阪事変丸一、自民異例のテコ入れ、その効果は、ということで、秋口に衆院選が行われるのではないかという憶測が広がる中、大阪の動きは慌ただしくなっています。その動きを2回に分けて紹介し、松田さんに意見を伺ってまいりたいと思います。まずはこちらご覧ください。自民次期衆院選に向けて、大阪の6選挙区の支部長を更迭ということで、まあ、これは結構私びっくりしましたけれども、立て直しに向けてですね、党本部主導で大阪刷新本部を立ち上げており、情勢調査などから維新に勝てる見込みが低い支部長の入れ替えを決めたと。谷川会長、何かを変えなくてはいけない、血を流さざるを得ないというコメント出てますけど、松田さんこれ率直にどう思いますか。そうですね、はい、まあ、ここまで来たかっていう感じですよね。だから通常それぞれこの場合は府連という言い方をしますけども、はいはい、自民党が47の都道府県にそれぞれの大阪府支部連合会って言ってね、うんうん、それぞれのいろんなその府内にある全ての政党の支部の連合体ということで、うん、大阪府連っていう、こう府連府連って僕ら言うんですけど、はい、この自民党府連ではもう立ち直しができないと、うん、もう立て直せないっていうことで、うん、党本部主導だということで、うん、まあ、ある党本部の方に取材すると、うん、まあ、要はもうかつての夕張みたいなもんで、うん、財政再建団体だから、うん、いろいろ自治がね、自治がなくなって、うん、ね、うん、いろいろとこう政府が支援するみたいなもんで、うん、はい、もう大阪府連では立て直しができないから、うん、もういろんな権限をね、党本部が持って、その党本部主導でのこの大阪刷新本部でやるっていうところ、まあ、ここまで来たかという部分と、はい、まあ、でももうこうでもしないとどうしようもないところで来ちゃったなっていう感じ、ね。なるほど。これ私率直に思うんですけど、支部長入れ替えれば勝てるんですか。結構厳しいですよね、正直その情勢を見る限りは。そうですね、入れ替えたからすぐ勝てるというものではないです、ね、うん、ただまあ、この辺りはどういう、こう、スケジュール感で考えるかなんですけども、はいはい、やっぱり、立て直しをしていくという中で、次の衆議院選挙で、負けるにしてもどれだけ競れることができるかとか、比例票を増やすことができるかということがあるので、まあ、刷新本部というふうになってますけれども、これまで負け続けてきた自民党大阪府連からイメージを変えていかなきゃいけないということになると、やはり、人が入れ替わって、うん、人材がね、新しくこう入ってきてというような形で、うん、外向けに刷新したイメージを出していくという意味でも、やっぱりこれまで負け続けてる方とか、うん、まあ、前回やっぱ大敗をされて、うん、調査をしても次勝てる見込みが少ない方っていうのは、うん、もう変えていかざるを得ないっていうことでしょうね。なるほど。なので変えることも含めて、他にもいろいろもちろん手を打っていかないと、うん、で。手を打っていったとしても、まあ皆さん結構口を揃えておっしゃるのが、うん、まあ、どんだけ早くても10年はかかるだろう。なるほど。いうぐらいのことはやっぱ言われてますね。なんかこう一部のね、報道では、大阪自民っていうのがもうネガティブワードになってるんじゃないかみたいな話も出てますけど、松田さんどうご覧になってますか。そうですね。現状では、やっぱりさ、この間のね、統一地方選挙の結果なんかを見ても、うん、マイナスになってるとか、まあ、全くプラスにはなってると思いますね。やっぱりそうなんですね。やっぱり政党の支持率でも完全に維新に水をあけられてしまっていますし、うんうんうん、まあ、ただそれでもやっぱり国政の与党であるということはありますから、うん、まだまだいくらでも立て直しはできると思いますけどね、うんうん、やっぱり自民党の、強さっていうのは、うん、それこそ東京でもね、
鈴木さんもご承知の通り、やっぱり都民ファーストの会があれだけ勝った後、はい、次の選挙でやっぱり議席戻してくるわけですよね。そうですね。それやっぱり2009年の時もそうですよ、うん、やっぱり一度負けた後でもこうもう一回復活できるっていう、ね、うん、そういうこうしぶとさみたいなものがやっぱり自民党にはあるので、うんうん、そういう意味でもやっぱりこう前回、まあ言ってみたら前回ね、本当に一人も小選挙区で当選できなかったっていう壊滅状態だったわけですけども、こうそういう意味では党本部が、まあ、ある意味で言えばこう本社はねまだ力があるわけですから、まあ支社の立て直しに本社が乗り出してきて、まあ時間かけてやっていけばまたこう状況が変わってくる可能性ってのはあると思います、うん、僕余談なんですけど、まあ、僕がその都民ファーストの会で都議選に当選した直後に、うんうん、ある自民党の党内の国会議員に言われたのがすっごい今でも覚えてるのが、おーっつって自民党は深くて広いんだって言われたんですよ。それ今でもちょっと結構忘れられなくてインパクトで、でも当時よりやっぱ4年やってみて意味はわかりますね。やっぱそれだけ本当にいろんなところにこう根ざして、まあ地域だけじゃなくて団体も含めていろんなところに根ざして非常にやっぱ深い根を張って、そしてそれが広がりを持ってるので、だからこそなかなかその1回の選挙でそのひっくり返ったからってそんなに負けないぞっていう思いがやっぱり自民党にあるし、でもそれはやっぱり実際事実としてあるだろうなっていうのはすごく感じました ね、はい、すいませんちょっと自分の話で、いやいやということで、すごい、なんかね、はい、ちょっと映像になったらまたすごいすごい、あの巨大な根っこがね、これちょっと芝居入れてくださいすいません次のスライドいきましょう。はい、自民大阪府内の小選挙区対応方針ということで、こちらちょっと整理をしました。まず公募で選び直しが先ほどの6選挙区ですね、4区8区11区12区15区17区ということで、それ以外にも候補者不在で候補している区が、うん、また4つあると、うん、いうことで、まあそういう意味だともうかなりこう抜本的に、そうですね、入れ替えっていう感じですよね。いやこれ松田さんがもし大阪自民の選挙プランナーだったらどうやって戦いますか、はい、そうですね、うん、もう全くこう次の衆院選でどこに目標を持ってくるかですけど、はい、まあでもやっぱりこのね、うん、候補者差し替えるっていうところでいくとやっぱりこう、はい、もう言い方すごく悪いですけどこう負け癖がちょっと続いてしまっている、うんうん、こうフレを立て直す意味では、まあ、若い候補であったり女性の候補であったり、うんうんうん、まあそういうやっぱり候補者自身が、うん、こう今までの自民党の大阪府連にはいなかったようなタイプの人材ですね、うんうん、別にその若いだけとか女性だけとかいうことじゃなくて若くて女性でかつ、まあ、そういった新しいイメージを持っている候補者力の高い、はい、まあ、そういう候補がね来てくれるかっていうのはあるんですけど、うんうん、まあ、そこはでも言うても国政与党なので、うんうんうん、公募等でそういう優秀な人材を外部から入れてくるということと、うんうん、あとはねやっぱり組織の立て直しっていうことでいくとその府連のねやっぱり事務局の体制とかをやっぱしっかり立て直していかないといけないっていうことと、うん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 、もう一つはこうどういうメッセージを出すかですよね、うん、そうですね、だからここで一旦こうある種負けを認めた上で、うん、こうある種再チャレンジというかですね、うんうんうん、もう一度府民の信頼を得られるように、うん、期待を持っていただけるように、まあ、こういうふうにこう大阪府を変えていきますみたいな、うん、大阪自民党のこう再起動のね、うん、メッセージっていうものはやっぱりこう強く出していって、うんうんうん、やっぱ色々勝負するしかないでしょうね、うんうん、政策的なこともそうだし、やっぱりその維新に対してこう維新が言ったことはインチキだとか、うんうんうん、あのこれは嘘だみたいな感じのこう維新に批判的な、ね、形でネットとかでもいろいろやるんですけど、うん、あんまりやっぱそれが、まあ、効果がないんですよね、うんうんうん、なのでそういう形ではなくて、うん、まあ、維新はやっぱりその改革政党っていうブランドを作ってますから、うん、それに対して、まあ、維新を上回るこう球を投げていくとですね、うんうんうん、まあ、改革競争に持ち込んでいって、うん、自民党の方がより改革に積極的だっていうようなイメージを作っていくぐらいしないと、うんうん、厳しいと思います。なるほど。なんかこう振り返ると、まあ橋本さんがまあ元々自公のあの推薦で知事選戦って勝って、うん、でその後そのまあ維新の会立ち上げて、でやっぱり私もそのやっぱりうまいなと思うのはその国の自民党をあまり敵に回さなかったじゃないですか。そうですね。であくまでもその大阪の自民党に対して非常にまあ、あの対抗していて。
で、それって結果的にその自民党支持層をうまく割ることに貢献してるなと思うんですよ。うん、つまりその我々はその、国の自民党とはその連携はしていますよと。そうですね。ただ大阪の自民党はやっぱり改革に、否定的なので、あとはもう戦いますと。だからその国政で自民党に入れるような人たちでも維新にうまく取り込んでいくっていう、うん、こういう非常にマーケティングをやったなと思うんですけど、これがなんか逆にやっぱ今度、自民党の大阪側がそれをこう練ってやっていかなきゃいけないですよね。どうやったら例えば今維新の方に行ってしまった支持層を取り戻せるか、うん、でそれは一つはやっぱり増田さんおっしゃるような改革、より維新を上回るような例えば改革を何か打ち出せるかとか、そういうところも含めてやっていかないとなかなかその候補者を差し替えるだけじゃそうですね、もならないって感じですかね。じゃあ何をどんなメッセージを出すかっていうところが非常に大事だと思いますし、うん、あとはまあ小さな勝利を積み重ねていくっていうことだと思うんですよね、うんうんうん、だから次の例えば衆議院の選挙区の中でも、はい、もう一つは取るとかね、はい、その情勢分析等で見てここだけは勝てるっていうところがあったら、はい、まあ申し訳ないけどそこにリソースを集中して、うん、もう一つだけでも取れば、うん、0から1って大きいですよね、うんうん、確かに。そういうちゃんと目標を設定して組織内でここは取るとか、ここは負けないっていうようなことで小さなやっぱ成功体験、選挙で勝つっていうのを積み重ねていく、うん、やっぱり大阪維新の会から始まって日本維新の会もやっぱり選挙で勝つことによって党勢をこれだけ拡大してきてるんですよね、うん、だから彼らからすればやっぱり一つ一つの選挙でこう負けられないっていう中で勝ち続けてきてるので、うん、そこはやっぱりこうどこかで負けるみたいなことがあると、うん、すぐ逆に今度はねマスコミも人気に陰りとかいろいろやっぱり言われますし、うん、こういうのってね本当に乗車必須、うん、何がねこう次どうなるかっていうと、基本的にこう一時的にね盛り上がった勢力ってやっぱこう衰退していくっていう、2009年がね、うん、まさにそうですけど、うん、維新がこのままこの10年でここまで勢いがついたものが次本当にこの勢いを維持できるのか、うんうんうん、大阪府内はまあ少ししばらく大丈夫だろうっていう見方もありますけども、うん、まあ、わかんないですよね、うん、国政もやっぱり日本維新の会ってかなりその高いハードルにチャレンジをしてると思うのが、結局野党第一党って言ってますから、はい、これは議席数いくつ取るじゃなくて野党第一党取るっていう言い方をしてるので、うん、じゃあこれで野党第一党取れなかった時に、うん、じゃあ馬場代表や藤田幹事長というのは当然こう責任を問われるわけですよね、うんうん、かなりこれは高いハードルへの挑戦だと思いますので、それを超えればまた勢いつきますけど、はい、仮にそれが達成できなかったっていうことになれば、うん、やっぱりそこで少し維新のね勢いが、うん、まあ、落ちてしまうっていうのはこうある種リスクを背負って、はい、彼はやっぱチャレンジをしているので、うん、大阪府連側も逆に失うものは何もないっていうね、うんうんうん、形でもうリスク取ってガンガン攻めるしかないと思いますけどね。なのでそういう意味では公明党の現職がね、うん、この3、5、6、16でこうそれぞれ立候補される、うん、この公明党の現職とこうどう連携していくのかっていう、うん、だから維新に一矢報いるっていうところで、うん、まあ、しっかり組んで戦えるのか、うんうんうん、あまりうまく組んで戦えないのか、うん、このあたりもねすごくその府連の立て直しには関わってくると思います、うん、なるほど、はい、ということで本日はここまでとなります。皆さんぜひ高評価、チャンネル登録、そしてコメントの方をお寄せいただければと思います。本日もありがとうございました。ありがとうございました。公明党のこの今現職の方々って今やっぱエース級なんですよね、はいはいはい、そもそも公明党にとって大阪ってすごい大事な地域ですよね。めちゃくちゃ大事です、うん、絶対負けられないです、ね、上昇関数自公連立でこう維新とこうしっかり相対してやっていくっていうような全体方針と、うん、まあ、それを徹底できるかっていうところはすごく影響すると思うんですけど、うん、結構難しいんじゃないかな。なるほど。